はい。それでは単位行列と行列単位ということで、言葉としては似てるんですけども、全く違う、まあ、ちょっと違う二つの行列を紹介したいと思います。まず、単位行列というものですけども、これは何かというと、記号では en とか、まあ、単に e と書くこともあります。教科書によってはですね、i と書く、書いてる方もあります。まぁ、あ、大体 e か i ですね。 で、ここではまあ EN という記号で書いておきますけれども、これは IJ 成分がデルタ IJ である行列です。デルタ IJ、以前出てきたのを覚えていますでしょうか基本ベクトルの定義のところで使った記号なんですけれども、まあ大した記号じゃないんですが、I と J が等しければ1、等しくなければ0ということですね。こういう記号ですね。はい。 要するに噛み砕いて言うとどういうことかというと、i と j が等しいということは、この対角成分ですね。えー、対角線に並んでいるものが1であるということになります。はい。対角線 1122nn 成分ですね。えー、こういうの対角成分と言いますけれども、対角成分がすべて1であって、それ以外は全部0ですと。全部0ですと。えー、こういう行列を単位行列というふうに言います。で、それ字の n がこの 単位行列 En は N 字正方行列であるということを表していて、サイズが分かるわけですね。型が分かります。で、数の乗算における1の役割を果たすということで、まあ特別な行列なわけですね。はい。どういうことかというと、つまり E2 っていうのがありますけども、例で見ると、この1001なわけですけども、この E2 はですね、えー、例えば2行の行列に左からかけることができます。いいですね。そうすると、10、 1001かけるなんか234とこうあって ABC とあるわけですけども、まあこれも続いてでもいいんですけども、とりあえず2行の行列にかけると。そうするとこれ1行目はどうなるかというと、1行目はこの1行1列、1行2列、1行3列、1行4列とこういう風になるわけですから、結局1かけるこれと0かけるこれということで、2行目は全く出てこないですね。 1>, 1行目だけがそのまま出てきます。ですから、これは1,0かけると、こ,この2,3,4がそのまま出てきますと。で、2行目はどうなるかと,いうと。2行1列、2行2列、2行3列ですから、0,1ですから、0かける1行目の成分。1かける2行目の成分ですから、これも2行目だけがそのまま出てくるということですね。ということで、このような等式が成り立つことがわかります。 結果的に見ると、この 234abc っていうのに左から e2 をかけることによって全く変わっていないということがわかります。同じようにしてですね。同じようにして、これを234これに1011。まあこういう3次の単位行列をかけてやるとどういうことが起こるかというと、今度はこれかけるとですね、まあ行列なんですけども、列の方に注目してみると、列100ですから、1列目は何かというと、 一、ゼロをこうかけてもすね。一、ゼロかけてますね。こう、こう、こう、こうですから、ゼロゼロかけるとどうなるかというと、二、a と、そのまま出てくるわけですね。ロ一、ロかけると、ロ一、ロですから、この二列目が、さっきありましたね。えー、行列と、ベクトルの積というのに出ましたけども、これはま一、基本ベクトルが並んでいるわけですね。これ考えてみようね。 列ベクトルが基本ベクトルであるような行列と言っても構わないですけども、そうすると、ここに出てくるのは 3B4C と、そのまま、この行列の1列目、2列目、3列目は、そのまま出てくると。ということは、つまり右からかけたら変わらないということになるわけですね。はい。一方ですね、この行列と単位という言葉を入れ替えた行列単位というのもあります。 行列単位は、記号としては EAB で書きますが、この EAB の添え字の AB ですね。例えば E35 と書いたら、これは 3×5 行列という意味ではありません。これは 3×5 行列という意味ではありません。これ行列のサイズに関しては、行の数は3以上、列の数は5以上ということしかわかりません。はい。で、これはですね、IJ 成分 EIJ と仮に書いたとすると EIJ は IJ が AB と等しい時だけ1、それ以外は0だということですね。はい。ですから、例えば E の23と書いたらですね、2行3列の成分が1で、あとは全部0なんですけど、どこまでこれ伸びているかっていうのはまあ分からないわけですね。はい。ただまあ2行と3、2行以上3列以上あることは確かなんですけども、サイズがどうなるかということに関しては、文脈とか、あるいはあらかじめ、こう、3×5 行列 E34 とか、そういうふうに言わないと分からないわけですね。 はい。ということで、サイズは文脈で定まるということになります。はい。これ違いますね。はい。まあ、1と0で構成される行列という意味では非常に似てるんですけども、単位行列の方は正方行列、縦と横が等しくて対角線が全部1と。行列単位の方はどっか1箇所だけ1になると。これあたかも基本行列、基本ベクトルのような役割を果たしています。 はい。え、ここに例がありますけどもね。え、こういうやつは基本ベクトルみたいな役割を果たしています。はい。え、例えば、2次の正方行列 ABCD 考えてやると、これはこういうふうに書くことができますね。はい。このように書くことができますので、え、これはあの E の11 e、12, E の12、21, E の21、E の22ですね。はい。これを一般に書くと、A イコール AIJ という IJ 成分を持つ行列ラージ A に対してラージ A はこういうふうに書くことができますと。 これが A がもしも N×M 行列であれば、この EIJ はすべて N×M 行列ですね。こうカンマありますけどなくてもまあいいですね。で、これはあ e、AIJ の EIJ。この、この、この式を一般に書くとこういうふうになると。で、これは二重素字になってますけども、厳密に書けば I コール1から、厳密というかまあちゃんと丁寧に高校流に書けばこういうふうになりますけども、まあ大学ではこう端折って二重素字でシグマの IJ というふうに書いたりします。 はい。それではこの単位行列と行列単位に関するちょっと、ちょっとした簡単なクイズをやってみたいと思います。以下の計算式における EAB は全て同じ型ですと。で、この式が計算できるような型であると。しかもね。で、この時行列の計算結果を成分で答えなさい。この行列を計算して、結果を成分で書きなさいと。こういうことですね。はい。それではちょっとシンキングタイムですね。はい、考えてみましょう。 えっと、いかがでしょうかでは解説していきますね。えー、まず最初のこの2倍の E12、3倍の E21、2倍の E23 と書いてありますけれども、この行列は左から E3 をかけていますから、えー、これは3行ですね。はい。まあ、左から E3 をかけてるんですけども、これかけられるということに意味があるだけで、E3 をかけてもあの結果は変わりませんので、えー、なくてもいいんですけども、この、えー、EAB という行列単位の行数が3行であることを、まあ、えー、知らしめるための、 えー、まあちょっとダミーですね。はい。同様にこちらの方にもありますけども、右から E4 をかけてますから、これは4列ですということですね。つまり、ここに出てくる EIJ、EAB はすべて同じ型なんだけども、行数は3で、えー、列数は4ですよということを言ってるわけです。はい。ということで、えー、これを計算してみると、要するに、ここを全部計算すればいいだけなので、えーたえー単えー、単位行列をかけてますから、関係ないので、えー、これを計算するだけですね。 ということで、こちらの最初の項は、えー、12成分が2で、21成分が3で、23成分がマイナス2の 3×4 行列と,というものと、それから11成分が1で、21成分がマイナス1で、24成,成分が2である 3×4 行列ということで、これらを足し合わせたものが答えということになります。